M1 リターンズ。決勝戦開始直後、密着カメラはファイナリストたちの意外な一面を捉えていた。ありがとうございました。相席スタート山崎圭がカバンからおもむろに取り出したのが、優勝2、3の予想してズバッと1通の抽選でご覧の豪華賞品が当たります。そう、酸素ボンベ。金車に行きます。極度の緊張状態の中で平常心を保つためなのか、なんと相方山添の手元にも。2人にとって酸素ボンベはなくてはならない必勝アイテム。そして王者の称号を手に入れたこの男にも。これがな、大気出すからな。持ちすぎやお前。ここで問題。銀シャリウナギの優勝を支えた必勝アイテム、大量のあれとは一体何でしょう。正解がこちら。これがな、唾液出すからな。持ちすぎやお前。去年2箱いったわ。タバコぐらい吸い出してるこれは。でもほんまにこういうの持っとかないと、はい、ほんま唾液出てこいなるから。緊張で乾ききった口の中を潤すため、ネタ合わせ中や出番前には必ず大量のフリスク。それがうなぎの流儀だ。さらに予選会場では、今まで言ったんです。いいです。ダメです。一つです。あ、ということで正解は大量のフリスクでした。伝説の漫才がよみがえる。新ネタから初公開の舞台裏映像まで。 M1 リターン3月18日土曜午後4時。